皆さんこんばんは、オーシャンです。今日もですね、生後、今日61日目ですかねの夜でございます。体重測定も終わって部屋んぽも終了しました。そしてですね、ご飯をあ、げたところですけれども、ね、子供たちが、ね、よく食べてますね。子供たちがあのがっつくので、はいはい、なにココンちゃんは上で待機中ですね。はいはい、ないよ、何もないよ。ちょっとね、最初はねココンちゃんが真っ先に食べてたんですけれども、子供たちがねドカドカッと来るので、ココンちゃんがさっと、ね、身を引いておりました、ね、なんかそういうところがお母さんになったなとちょっと改めてね実感をするところであります。もうね、あのココンちゃんとまあ、体重がココンちゃん落ち着いても500-530g ぐらいに戻りましたけれども、もうねフォルムがかのこちゃんそっくりです。かのこちゃんが 260g ぐらいあるのかな、で上のまつりちゃんが 230g なので、でもう体重差がね 10% 以上あるので、結構こう持った感じとか後ろのフォルムが全然違いますね。それぐらい成長の差をちょっと感じております。まあ、ただね2匹とも元気にね健康に育ってますので、何も問題はないかなと思っております。よいしょ。隣にはコアちゃんが久しぶりの登場ですね。ね、子育てしないでね、一人でゆっくり生活してるね。ポワちゃんの方がね、結構小柄だったはずなんですけど、今 560g とね、ちょっとね、お太り気味といいますか、悠々自適な暮らしをしてますので、ね、ココンちゃんに大きくなっちゃいましたね。とまあ、こんな感じで、チンチラ一家、元気にやっております。それではですね、今日の動画はこの辺にしようかなと思っております。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。